新藤兼人の監督デビュー作で、自らの下積み時代を描いた自伝的作品です。戦時下という映画産業にとって厳しい時代に、シナリオ作家を目指す夫と、その夫を懸命に支える妻を描いています。夫沼崎を宇野重吉が、妻高子を音羽信子が演じています。宝塚出身の音羽信子さんは、この作品に出演したことをきっかけに映画界でもスターの地位を手に入れたと言われています。それではどうぞご覧ください。私は映画の脚本を書いているシナリオライターです。私は映画のシナリオを書き始めてからもう10年余りになりますが、才能も貧しくてまだこれという作品を書いておりません。しかし私は映画を愛しております。いつかはいいシナリオを書きたいと努力しております。でも一生そう思いながら死んでしまうかもしれません。それでも私は満足です。この物語の私の妻がそう教えてくれたのです。私は苦しいことに出会うたびに妻の言葉を思うては勇気を振り起こしてまいりました。苦しさを乗り越えてまいりました。これからもずっとそうだろうと思います。いつも映画を見てくださる皆さんに、シナリオライターの物語もたまには興味があっていいのではないかと思います。では皆さん、平凡なシナリオライターの小さな物語を聞いてください。結婚させてください。お願いです。ね、お母様。そんなことを言ったって、母さんの力ではどうにもならないじゃないか。なるわ。お母様が私たちの味方になってくださればいいのよ。時期を待つんだよ。今日はお父さんも興奮してらっしゃるからね。あんまりだわ、お父様も。今崎さんに急に家を出て行けたなんて、おっしゃることが無茶だわ。およし、話して、どいて。お座んなさい。あんたに文句を言うつもりはない。高子がいかんのです。諦めてもらいたい。結婚を許すわけにはいきません。どうしていけないんでしょう。訳を聞かせてください。訳は言わなくてもよろしい。とにかくわしは許せんのだ。僕の生活能力に関係があるんでしょうか。あんたの想像にお任せしよう。今日とは言わんが、早速この家を出ていただきたい。あなた、急にそんなことをおっしゃっても、沼崎さんだってお困りになりますわ。お前は黙ってなさい。でもあなた、話がこうなってはいてもらうわけにはいかんのか。わかりました。早速出ていきます。あなた、
待ってください。出てお行きになるの？僕は部屋を借りてるんだ。出ろって言われれば出なきゃならない。お母様は私たちの味方です。後で父によく話してくださるそうですから。無駄なことだ。お父さんには僕の生活能力が何よりも問題なんだ。ねえ、誰でも最初から生活なんて持つ人はないわ。お父さんには映画が理解できないし、脚本家というものをろくでなしのように思ってらっしゃる。ねえ、理解していただくようにしましょう。二人で努力してね。貴子、貴子、下行ってなさい。何をしてるんだ。出ていくんです。沼崎さんと一緒に。親の妹が来てるのか。堪忍してくださいね。ああいう人なんですから。長い間部屋を貸していただいて、こんな風にして出ていくのは残念なんです。どこいらっしゃるの？どっかアパートでも探しています。私はね、高子をあなたにもらっていただいていいと思ってるんですのよ。僕はまだ結婚なんかできる身分じゃないんです。沼崎さん、待っててくださいね。きっとそのうち私うまく取り計らえますからね。どうぞ。こんにちは。どうしたの？そんなに濡れて。お父様と喧嘩して飛び出しちゃったの。飛び出した？あんまりわからないんですもの。撃たれちゃったわ。まあ、わかるよ。ええ。パン、どう？ありがとう。お湯だよ。大
変ね。ご自分でお食事作るんでは。僕は不器用だからね。しかし気をすれば通じるさ。なんとかやれるもんだよ。すまないわ。お父様がいけないのよ。いいんだよ。父さんにしてみれば当然の腹立ちかもしれないしね。お父様転勤なさるの。下田大木製紙の新しい工場が建つの。お父様建築家でしょ。監督にいらっしゃるのよ。じゃあ君も行くの。今日から私ここ置いてくださらない。私もう帰らない決心で家を出てきちゃったの。そんな乱暴なことして。ねえ、ここ置いてちょうだい。お母様だけは許してくださったの。君が後悔しないのなら。ええ、しないわ。後悔なんて。こうして私たちが結婚したのは昭和17年の春のことです。暗い戦争が日本全体を揺すぶっている時です。平和産業である映画には企業整備が行われました。映画の制作本数は半減して、撮影所には合併問題が持ち上がり、新興キネマと日活撮影所とは合併することになりました。合併すれば俺は整理されるに決まっている。脚本部員とは名ばかり、研究生の卵に過ぎないんだから。あら、おかえりなさい。電気もつけないで。お腹すいたでしょ。すぐ支度するわ。今日はね、お肉の配給があったのよ。やっぱり合併することになったよ。そう、決まったの。僕なんか整理される国らしいよ。困ったわね。笑い事じゃないよ。これから国に困る。あんたがクビになったら私が働いてあげるわ。冗談じゃない。本当にクビなの？思い切って旋盤の見習いでもやるから。あなたにそんな仕事なんかできやしないわよ。できなくたってやるんだよ。なんとかしなきゃこの先食っていけない。シナリオを書いていけばいいでしょ。映画の本数はますます減ってくる。撮影所は縮小される。新米のシナリオライターに仕事なんかありゃしないよ。そのうち映画なんかなくなるかもわからない。戦争はいつまでも続きゃしないわ。今転業してしまったら、今まであなたがやってらしたシナリオはどうなるの？クビなんだ。このままでいてどうしてこれから食べていくんだ。と言ったら、あなたを今の会社へ世話してくださった増田さんが京都の撮影所にいらっしゃるんでしょ。うん、企画部長だ。増田さんを頼っていけば何とかしてくださるんじゃないかしら。ねえ、シナリオやっていきましょう。
中途で辞めたりしてはダメだわ。今日まで5年も辛抱してきたんでしょ。もうあなたには他のことは何にもできやしないのよ。ね、そうしましょう。君も一緒に行ってくれる？夫婦じゃないの。あなたのいらっしゃるところならどこへだってついていくわ。じゃあ松田さんに手紙を出してみよう。京都行けるようならついでに下田寄ってお母様たちに会ってきたいわね。そんなこと言ったって増田さんが引き受けてくださるかどうか分かるもんか。お父さん会ってくださるだろうか。大丈夫よ。お父さんああ見えて心はとってもいい人なのよ。なんて言ったら。でも。てきたんですから、親に逆らって道を飛び出すような奴に会う必要はない。そんなことをおっしゃったっていずれは許しておやりになるつもりでしょ。バカな、わしの目の黒いうちは絶対に許さん。そんな頑固なことをおっしゃるもんじゃありませんよ。わしはこういう男なんだ。お母さん遅いね。もう帰ってらっしゃるでしょ。お父さんきっとまだ怒ってらっしゃるのかもしれないね。うちはね、代々頑固な血統らしいの。おじいさんもそうだったわ。お母さんだわ。会わないとおっしゃるんだよ。そう、お父さんらしいわ。沼崎さん、どうかお気を悪くなさらないでください。ああいう人ですから。いえ、またの機会があるでしょう。本当にせっかく来ていただいて申し訳ありません。いえ。古い歴史を持つ都です。しかしこの古風な美しい町にも、はい、早く。
監督が3名とキャメラ実写4名また重用されたんですかね。仕方がない、取るものは取らせた。こんなことを言ってちゃ仕事になりませんよ。今に技術者みんないなくなりますよ。お願いします。僕は一人になってもやるよ。国民兵も招集されてますからね。僕なんかもいつ取られるか分かりしません。まあジタバタしたって仕方がないね。腹を決めてやるとこまでやるんだね。そうですね。君のことを所長に話したんだがね、かけたまえ。所長がね、まず一本シナリオを書いてみてくれと言うんだ。君はどれだけの力があるかわからんわけだからね。給料はそれから決めたいと言うんだ。いいね。ちょうどいい仕事があるんだ。坂口監督はね、よっちゃん。はい。これ演技部。はい。坂口監督が君に書いてもらってもいいと言ってるんだが、どうかね。やってみるかね。あ、ぜひ。あの人の仕事はなかなか難しいよ。しかしまあ、あの人のものが書ければ、君も一人前のシナリオライターということになるだろう。ぜひやらせてください。いや、これから一緒に出かけよう。坂口のとこ行くんだ。あ、出かけるの？あ、所長。飛び降ろした野田君です。あ、野田です。ちょっと一緒に坂口のとこ行ってきます。はい、来た。行こう。坂口監督という。日本映画に数々の名作を残している人だ。あの人の仕事をすれば仕事らしい仕事ができる。よ、いらっしゃい。昨日お話した沼崎君です。沼崎です。坂口です。どうぞ。君、日本映画はこれじゃダメになるね。どうしてです？軍部は文句を言う、内務省はうるさい。何にもできやしないじゃないか。問題は内務省よりフィルムですよ。ニュースと軍関係でほとんど抑えてしまうらしいんです。また劇映画は減りますよ。やめて、百姓でもやるんだね。あなたに百姓なんかできやしませんよ。太田作之助君が私に書き下ろしてくれた原作があるんです。原作といっても、ほんのアイディアに過ぎないものだが、それをやってもらおうと思う。では、一つ読んでみてくれた。はありふれた人情劇なんだ。まともなものにしたいと思ってるんだ。この中の人物を借りるだけでいいんだ。まず君の思うように一度書いてもらおうか。はお茶でも飲みに出ますか。行きましょう。君、コーヒーも今になくなるよ。そうですね。じゃあ、ちょっと湿気着替えてくる。はい。これが君の才能試験だ。いいものを書いてくれたまえ。あ、まあ君の思うように書いてみるといいよ。あ、主人は映画のシナリオ書いてますの。シナリオ中たらやっぱり小説みたいなもんですか。いいえ、撮影に使う台本。映画を作る元ですわ。ああ、そんなら筋書きですか。違いますの。筋もありますけど、セリフや仕草がちゃんと書いてあるんです。監督さんはそれを見ながら監督しますの。俳優さんもやはりシナリオを元にして監督さんの指図に従って演技をするんです。へえ、それはよろしおすな。綺麗な友禅ですこと。みんなこれ商売を名付かりもんです。うちは友禅の下絵を描いてますね。そうですか。あら、おかえりなさい。どうだった？仕事もらったよ。太田作之助が坂口さんに書き下ろしたものなんだ。よかったわね。坂口さん、なかなかいい人だよ。今日ね、お酒の配給があったの。お祝いに一本つけるわね。いいお酒なんか飲みもしないの。まあそう言わんと、お飲みやす。さよか。ほんなら続きますか。お隣へちょっとご挨拶に行ってらっしゃいよ。まだなんでしょ。そうか、ちょっと行ってくら。
ごめんください。あ、おかしいやす。あんた、沼崎はんだっす。さ、どうぞ、かけとくれやす。あんた、何しておりますの？聞こえまへんか？いや、お隣に参りました沼崎です。ご挨拶に上がりました。ご丁寧どうも。仕事してますよって。偏屈やどっさかいな、気悪うせんといてくれやっしょ。は一年中に二三遍しか笑うたことおへんのどっせ。お父ちゃん、また母ちゃん悪口言うだろね。これ、何言ったんねん、悪口ちゃうがな。いい人でしょ。ああ、あれ何、祇園祭りの林だよ。そう、いいわね。稽古の林だね。京都へ来てよかったわね。うん、よかったかもしれないね。疲れたでしょ。少しお休みなさいな。将棋しましょうか。何だろう、将棋なんか。お掃除してたらね、台所の棚の隅にあったの。前の人が忘れていったらしいわ。ねえ、しましょうよ。ねえ、しよう。ないでしょ。あんまこ氷の中だわ。消しましょうか。綺麗な星。ねえ、ここでしましょうよ。
なたの番よ。うまく描けそう？どうしてもいいものを描かなきゃいけないよ。坂口先生のシナリオが描けたらもう立派に一人前ね。乗るかそるかだ。ねえ、この仕事済んだら一度奈良行きましょうか。うん、行こう。ここから1時間ばかりで行けるんだ。私修学旅行の時奈良行くはずだったんだけど、病気で行けなかったの。一度でいい、三笠山見たいわ。京都来て一度ぐらい奈良行かなきゃね。いいシナリオ書いてね。書くよ。午前中に来てくれたわ。あ、朝は休みだから。うまく描けたかね。拝見しました。沼崎君、これはストーリーですね。シナリオになってない、まだ筋書きの程度ですよ。芝居が全然書けてない。こんなことじゃダメだね。まあ最初からシナリオというものを勉強し直すんですね。シナリオになっていないよ。筋書きの程度だね。芝居が全然書けてない。こんなことじゃダメだね。最初から勉強し直すんだね。いいわね。先に召し上がらない？シナリオがダメだったよ。ストーリーだと言われた。芝居が全然描けてないんだ。シナリオじゃなくて筋書きの程度だと言われた。うまいとかまずいとかの問題じゃないんだ。シナリオになってないらしいんだ。ごめんください。はい。
いらっしゃいませ。いますか。 あなた増田さんです。坂口のとこ行ったそうだね。さっき坂口から電話があってね、ちょっと話になってきたんだ。どうぞお上がりくださいませ。坂口氏はね、君はまだ一人前じゃないと言うんだ。あの人の言葉をそのまま伝えるがね、本格的な仕事は君にはまだ無理だと言ってるよ。いただき物ですけれど。あ、奥さんどうぞお構いな。冷たいうちにどうぞ召し上がってくださいませ。あ、どうかね、東京へ帰るかね。僕も最初に言ったように、今度の仕事は君の才能試験だったんだからね。坂口氏にああ言われたんだ、所長もいい顔しないだろうし、急に仕事をやってもらうわけにもいかないと思うんだ。僕としても今後の責任を持ちきれないんだ。どうかね、元の会社へ帰っては。今のうちなら帰りいいと思うんだ。僕も口出してあげるよ、今月末に上京するから。少し考えさせてください。ん？おい、いいと思う。一生の重大な場合かもしれない。まあ、よく考えてみよう。じゃあ、何のご挨拶もございません。じゃあまた。聞いたか。ええ。どうしよう。増田さんは東京へ帰ったらどうかって言われるんだ。あんたの気持ち一つだわ。ダメだ、突っ放されてるんだよ。弱虫ね。元気を出しなさいよ。この次にはいいものを書けばいいじゃないの。もうチャンスなんかありゃしないよ。落第したんだ。東京へ帰ってどうするの。増田さんは元の会社へ戻るなら口添えするとおっしゃる。でも帰れるかどうか分かんないわ。クビになりそうだからやめてきたんですもの。しかし京都にいたって仕方がないじゃない。一人前になるつもりで京都に来たんでしょ。それがこんな格好で東京へ帰れるかしら。みんなにも合わす顔がないでしょ。私ここがあなたの最後の一線だと思うわ。身を貸すところなんかありゃしないんです。とことんここで粘らなくっちゃ。ねえ、増田さんにお願いして向こう1年間無給でもいいから会社置いていただけないかしら。
本当切り詰めて節約すれば1年ぐらいどうにか食べていけるわ。ダメだ、僕はもう自信がないんだ。お願いです、給料なんかいらないんです。あと1年間だけ勉強の時間を与えてください。それでもダメでしたら私たちはシナリオを諦めます。それから捨ててください、見放してください。お願いいたします。1年間です、給料なんかいります。ただもう一度書かせていただくチャンスをくださればいいのです。助けてください。考えてみてちょうだい。1年間をみっちりシナリオの勉強に当ててみてちょうだい。もしもそれでいけなかったら私も諦めるわ。あなたも諦めてちょうだい。それから2人で一生のことを考えましょう。ねえ、増田さんにお会いしてお願いしてみて。ねえ。そうしよう。増田さんに会ってお願いしてみよう。そうしやす、もう決めましたえ。頼んでみる。早いきやす、早い方がよろしよす。じゃあちょっと行ってくる。妻の顔、妻の言葉で勇気が出た。増田さんは希望を入れてくださった。いくらかの手当てもいただける。助かった、やり直した。今日から1年間の新しい日課が始まる。朝机に向かう、一歩からやり直した。まず世界中の戯曲を読み直そう。昼食事が済むと近くの鴨川へ行く。浅い流れを伝ってハエが登ってくる。子供たちに混じってハエを取って遊ぶ。夕食が済むとまた机に向かう。暑いわね。まだ寝ない？
もうお休みなさいな。うん、もう少し。京都って暑いわね。お正月ができるわ。どこに金があった？いいの、そんなこと心配しなくたって。お餅を買うぐらいはあるわ。さっきね、市場の花屋とかいう旅館から使いの人が来てね、君にこれを渡してくれって。何かしら。お父さんかららしいよ。痩せたじゃないか。そうかしら。わしと一緒に帰んなさい。お前たちがどんな暮らしをしているか、あらかた想像がつくんだ。今までのことは仕方がない、黙って済まそう。お前を連れて帰るために私は京都へ寄ったんだな。一緒に帰ろう。お父さん、私はもう沼崎の妻です。まだそんなこと言ってる。いつまでもあんな男にくっついていて姿勢はどうなるんだ。沼崎はそんな人じゃありません。バカな、映画をやる人間なんてろくなもんじゃない。わしはちゃんと知ってるんだぞ。母さんが内緒でお前たちに金を送ってるの。悪いことは言わん。今のうちに別れてしまいなさい。さあ一緒に帰ろう。
やあ、おめでとうございます。いや、どうしてあります。ご機嫌ですね。貧乏はしていても、新年はおめでとうってわけですわ。奥さんおるんですか。え、ちょっと出かけました。どうぞ、いっぱいやりまおう。付き合ってくれやす。さあ、わてのうち来てくれやす。行きま、行きま。奥さん。まあ、先生。沼崎君、どうしてます？はい。男というものは女の支えがないとダメなもんです。力になってやんなさいね。はい。ありがとうございます。何事も辛抱のせい。若い時の苦労はこうでもしなはれ。わてはな、25年も友禅の下絵描いてまっせ。25年中途なんだ。まあ、いいめ。あ。おい、酒屋。へえ。これでもおしまいだっせ。ねえ、もうないのか。僕はもう失礼しますから。うん、ないだろ。酒屋のだったら買うてきたらええねや。心やす言わんといてくれやす。お金がのっては買えまへん。見かけはツンツンしとりますけどな、あれなかなかええ女房です。うまいこと言いたかったら飽きまへんよ。聞こえたんかいな。沼崎さん、ゆっくりしておくれっしゃ。あ、どうも。わてはな、このな、しょうもない下絵描きですけどな、これでも若い自分はひとまえの苦労したもんです。目がどんどんすよってな、人の倍も骨が折れたわけですわ。おじさんはやっぱり才能があったんですよ。一人前になれたんだから。違いまんが、最中もわてにゃおいおい。ただもう、むやみやたらに辛抱しただけどすわ。粘り倒しただけどす。ま、わての仕事一遍見とくやす。みんな、修行中の書き崩しろっせ。何枚もありましたよな。馬崎は、辛抱してあれや。僕なんか、とってもおじさんの真似なんかできそうもありませんよ。何を言うたりまんねん。元気を出しなやれ、元気を。男っちゅうもんはな、女房を養っていかななりまへん。嫌がおうても頑張らなりまへん。な。しっかり、しっかりやりまやで。さあ、歌いまよ。歌を歌いまよ、歌を。妻を目とらば咲いたけて、耳うるわしく情けあり。友やばば所よ見て、六部の狂気渋の熱。恋に命を捧ぐれば、倒し向かなおの声ゆえ、友の情けを拭ぬれば、のある心に人がいる。馬を目とらば咲いたけて、おいうわらしく情けあ
咲いかけて夢うるわしく情けよ。毎日ありもんなんかするからだよ。大丈夫よ、風邪らしいわ。そんな内職なんかしていくらになるんだ。いくらにもなりゃしないじゃないか。何の足しになる。だって遊んでたって仕方がないんですもの。よせよ、まだ一年経ってやしないじゃないか。どうにもならなくなってやしないじゃないか。内職なんかすんな。許してくれよ。あなた、よしますわ。そんなつもりじゃなかったんですから。よしますわ。許してください。行くようにおっしゃってください。午前中にね。いいですね。はい、じゃあ引け。どうしてます？あ、なんとなく鴨川で毎日魚を取ってるそうじゃないか。増田君とも相談したんだがね、もういっぺん君に書いてもらいたいと思うんだ。やってくれますか？あ、やらせてください。今度こそ最後の仕事ですよ。しっかりやってくれたね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後のチャンスだ。辛抱した甲斐があった。この仕事一つが師匠の運命を決めてしまう。何を勉強した？ない！ない！
貴子。ほら、夜が明けたのね。できたよ。そう。よく頑張ったわね。今度は大丈夫だと思うんだが。そうよ、自信をお持ちなさい。なんだかこのシナリオ渡すのが惜しいような気がするよ。今日渡しするんでしょ。うん、今日も約束の日なんだ。神様、お願いいたします。どうぞうまくいきますよ。さんがね、よくできたって言って褒めてくれたよ。そう。急大したんだ。よかったよ。一緒に京極行ったんだ。褒めにビールをご馳走してくださったよ。うん、よかったわね。ああ、ほっとしたよ。よかったわね。うん、安心したよ。おい、相撲取ろう。いやよ。いいよ。よし、先生によ。よし、ディグ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 。よし、よし。どうした？おい。よかったわね。よかったわね。よかったわね。高子。いかがだったでしょうか。音羽のぶこさん、素敵でしたね。うんうん、さすが100万ドルのエクボと言われた女優さんだわ。
他に何か感じたことはある？前編では愛妻物語って言うほどには夫の愛情は感じなかったかな。そうなんだ。ところでクレジットに大河内伝次郎の名前があったけど、どこに出ていたのかしら。もしかして撮影所にいたお侍さんかな。視聴者の皆様はどう思いますか。そろそろお時間ね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。